まずはナスカという会社を立ち上げまして、で、まあ、そこで SNK さんのためにゲームを作りたいなというところで、始めたのがきっかけですね。戦車を主体にしたゲームを作ろうっていうところから始まりました。最初プレイヤー戦車だけのゲームだったんですよ。面白い動きをさせようということで、人間みたいにしゃがんだりジャンプしたり、戦車だけでちょっと突き進む戦争ゲームっていう感じで、まあ、作り始めたんですけども、もうちょっと味付けが欲しいなというところで、マルコとかタンマというキャラクターをまた途中で追加して、戦争というシチュエーションの中で人と人の戦いっていうのも繰り広げられたらなというところで、莫大に作業は増えたんですけれども、そのおかげでキャラクター性も出たし、いいゲームになったんじゃないかなと思っております。この主人公でも敵キャラクターでも、それ以外の、まあ、動物であったりとか、あの背景の小物に至るまで、こうみんなが躍動感があるというか、何かを頑張ってる感がすごくあって、全員がライブな印象っていうのがすごくあるんで、そういうところっていうのはこうメタスラーらしさっていうふうに思っています。2になって個人的にはすごく世界観とかビジュアルが好きで、当時ネオジオランドっていうゲームセンターがあったんですけれど、そこで会社の同僚ともうひたすらコインを積んでずっとプレイしてました。個人的に未だにヌルヌル動くっていう風に表現されるんですけども、当時のあのドットサイズで、アニメーションパターンっていうのはもう未だに、まあ、最高峰というか、かなりのハイレベルのアニメーションをしてるという風に思ってまして、それが未だにそういう風に評価されてる当時のスタッフ含めて、やはりこだわりがすごかったんだなという風に感じています。まずやっぱりボーカルがないっていうところで、メロディーを楽器にした時にあまりメロディアスにすると激しさを損なうし、だからといって一辺倒なメロディーラインだとインストルメンタルとしては面白くないし、なのでどういうふうにそのインストルメンタルでハードロックヘビーメタルをかっこよくしていくかっていうところはすごい課題でした。Dotemu SNK, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Nous, c'est vrai qu'il y avait cette envie de pousser un peu plus la collaboration. Et même de ton côté, je me souviens, depuis longtemps, il y avait cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et c'est vrai que c'était cool d'enfin avoir un projet et en plus Metal Slug. On a la chance vraiment d'avoir une équipe qui est à la fois passionnée par l'IP, mais qui a aussi le talent pour assumer le fait de travailler avec une licence aussi légendaire. Ce qui est vraiment intéressant et beau à voir, c'est l'amour qu'ont les gens pour tout ce qui est en 2D, en dot pixels et tout. Tu vois que les gens ils sont contents de voir que Metal Slug est reproduit en 2D encore et en dot pixels, les doteurs et tout. Il y a encore beaucoup d'avenir pour ce genre de graphisme.
最初、メタセナの世界観っていうのをどれぐらい、再現していただけるのかなっていうところが、気になってたんですけども、実際開発途中のものを見せていただいたんですけども、通常のメタスラって横スクロールのアクションゲームじゃないですか。それが俯瞰で見た感じのパースがついた感じのドット絵になってて、中でもメタスラっていう世界観っていうのを今きっちりと再現していただいてるし、横スクロールのゲームだったメタスラに対して3次元的な動きができるっていうところが結構面白いなと思って見てましたね。ビジュアルも新しいものではなく今までのを使うのかなって言ったので、ちゃんとそのクォータービュー視点で書き直されてて、しかもその元々のドットの風合いが全然壊れてなくてすんなりと入れたのですごくびっくりしました。本当にゲームとしてはもう 全然違う、反射神経とかそういうのじゃないですよね。もう頭で考えて、もう読んで、もうチェスとかオセロとか、もう ああいう世界観でアルファ版とかプレイさせていただきましたけど、よくできてるなと。全然飽きないし、考えてる間ずっと同じ音楽が流れるんですけども、気持ちよくプレイできました。ゲーム性もそうなんですけども、やはりグラフィック のこだわりであったりとか、細かいアイデアっていうのがいろんなところに散りばめられていて、私が初めてメタスラを見た時と同じような こだわりを感じました。ムービーであったりとかでも、本当にメタスラが好きな人たちが愛を込めて作ってくれているんだなっていうのを感じましたので、メタスラタクティクスが本当にいいゲームになることを祈っております。Pour les Kyr, c'est vraiment super important cet aspect de nous en tant qu'enfants et jeunes adultes et adultes, on a eu la chance d'avoir plein de plaisir et de joie qui nous a été donné par des créateurs des époques d'avant. Et ça te permet de faire un lien avec les générations d'après. C'est-à-dire, ce bonheur qu'on t'a donné, toi tu l'entretiens et tu passes le bâton après. Ah non, c'est vraiment un truc particulier de faire revivre des vieilles licences avec lesquelles on a grandi. À chaque fois, c'est un peu un rêve de gamin qui devient réalité. 20 ans après, au final, on fait ces jeux-là, c'est particulier. Au final, on se retrouve entre Français à bosser au Japon, à bosser sur un jeu japonais vieux de licence. です。